ワールドシリーズオブポーカー、ポーカーの世界大会に参加しにラスベガスに来ております。ミリオネアメーカーという億万長者を生み出すトーナメントっていう A2 初めてだ。やったー、ナイス。 Alright everybody, we are all in the money。3795です。僕は他の大会に出ます。やった164位。うん、おはようございます。今日はみんなとなめがないということでベラージョに来ました。傷が癒えないぜ。傷まだへこんでる人いる。ここに3人ともキャッシュゲームってことで珍しい。実は3人でキャッシュゲーム。確かに巷の噂で聞きましたけど、はい、今日勝ったら5000ドルに出れるとか。そうなんですよ、今日勝ったら5000ドル出ようかなって思ってます。2000ドル買ったら出よう。自分に甘め。もしかしてトナメ負けすぎてるから。トナメ負けすぎてます。今日目標は5000勝つ。2000勝つ。5000勝つね。なんで2000勝つ。じゃあソータは1-3、僕は5-10。じゃあ2人は今日は300ドルでプラス100現実。じゃあ1000ドルかな。1000ドルね。現在170負けてる。いやもうすでに、もうすでに負けてる。負けてんじゃん。じゃあ470勝負けてる。そういうこと。全員目標達成できたらすごくない？すごい。確かに。皆さんこの動画の終始を予想してください。3人の終始はどうなるかな。誰が勝つでしょう。誰が勝って誰が目標達成できるか、はい、競馬みたいな感じで3連単。あ、3連単。横沢1番これ2番、ソータ3番で3連単買ってください。何 BB ずつ買って。そう、これからスタート、これからスタート。170負けからの状況から、はい、じゃあ3人のキャッシュゲームでいきましょう。ヤンボー。You got a plan? Oh my gosh. ということで、はい、現在6時間経過しましたので、ちょっと中間報告をしたいと思いますが、ソータさん今いくらガチですか？マイナス60ドルです。一時期100ドル負けぐらいまでいったんですよ。落としましたとか。おお、かっこいい。僕は逆でですね、はい、プラス1000ドルまでいったんですけど、今マイナス500ドルです。ですね、ここから戻すから。いや報告ありがとうございます。突撃隣の中間報告タイム。パフ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 。横沢はなんとマイナス16000ドルです。終わりです。マジ、はい、中間結果としては全員負けというやばい、やばいよ、やばいじゃん。ということで、何時間やったんだ。12時間。12時間もやったの、3人で。あんまやった感じしないね。全然打てる、まだ。なんでだろう。ということで、発表。発表。ショーからいきましょうか。ショー。何個待って。めっちゃいっぱいあるんだけど。相当勝ったんじゃないですか。結果はなんと、プラス172。おー。
勝ってる、素晴らしい。今達成できません。確かに中継下でも勝ってる。マイナス500万でした。やば。でもしっかりなんとプラス2まで。すごい、よかったね。そうでした。中ひろきはですね、はい、なんと、はい、2100ドル。おお、ガチ。おお、めっちゃ勝ってる。すごい。があ、え、30分前の話です。はあ、大激突しましてプラス228ドルです。いや、2000ドル近く取られた。やばい。プラス1000ドル、マイナス500ドル、プラス2100ドルまで頑張ったのに、最後の30分で全部なくなって、なんかトーナメントしてた気分です。でも一応勝ちは勝ち。まあ勝ちは勝ち。僕もちょい勝ちで目標達成ならず。最後横澤ですよ。おぉ、ダダダダダダ、どうなんだ。おぉ、5000ドル中で、ね、結果は17,690ドル負けです。開始から1回も2000ドル勝ちを経験しないまま終わりました。どこでやめてもマイナスでした。やばいね。え、お金大丈夫なの？大丈夫ないです。今回の旅のトータル収支がマイナスになりました。うわ、プラス1万7000ぐらいで、トーナメントがマイナス2万7000ぐらいなので、トータルマイナス1万ドルぐらい。うわー、マジ、はい、しんどいっすね、これは。っていうか、5000ドルトーナメント出るどころの騒ぎじゃなくて、キャッシュゲーム打つお金がなくなっちゃうから、結構1024って打つのもうギリギリです。マジ、うん、なんで、まあ、明日の1000ドルは出れないということで、ちょっとしばらく4日間ぐらいはキャッシュゲームに専念しようかなと思います。いや、ちょっとこれ挽回してほしいな。長時間お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ということで、結果はソータ、ヒロキ、横澤の順でした。確かに本当にこうなった。じゃあ4日間キャッシュゲーム頑張りましょう。頑張りましょう。次回の横澤、ソータ、ヒロキのレースでお楽しみください。今日も今日とって負けました。察してました。だって何も言わずいなくなっちゃうと、ふて寝してるなって思ってたら本当にふて寝してました。今日も100万ぐらい負けました。横澤の今回のキャッシュゲームのグラフすごいことになってますからね。ハスラーのプラス3万から始まり、マイナス3万7000、ベガス来てからプラス5万、マイナス5万みたいな。もう横澤の今回の収支グラフをちょっと今編集で出してください。ここに行きます。こんな感じです。多分ドン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 、ちょ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 、こんな感じです今。はい、そうですよね。こうなってますよね。きっとそうなってると思います。ドンドンドン、ちょっと軍資金は大丈夫なんですか？あ、ダメなんだ。やばい、いくらだ。残り1万2000ドルしかないんじゃないですか。ピンチ。いや、もうトラメできない。さすがに残り1万2000ドルじゃ、ね、だってメイン出るのに1万ドルかかるんだから。そうですよね。巻き返します。だからちょっとキャッシュゲーム多めにします。今回の旅はトーナメントしてる場合じゃないってことに気づいた。明日爆勝ちして早く復帰できるように頑張る。はい、交互期待。財産が6000ドル切りました。やば。メイン出れない。メイン出れません。ちょっと待って。キャッシュも打てないじゃないですか。キャッシュも打てない。こうなることは分かってたっちゃ分かってたのよ。っていうのは復活編あったじゃないですか。はい。その時ちょっと勝ちすぎだよね。調整が入りました完全に。ベラージオだけに限定した時の横澤ってめちゃくちゃ強いじゃん。めちゃくちゃ強い。ベラージオ最強のイメージあるでしょ。はい。実際今回のこの遠征までの間ね、35万ドル買ったのベラージオ。はい、時給488ドル出てたんですよ。ってことはね、これすごいって捉え方もできるんだけど、ネガティブに考えたらもう10万ドルぐらい負けても全然おかしくないんだよ。確かに。これはね、
崖っぷちです、マジで。ガチ排水の陣ですか。僕のね、尊敬するポーカープレイヤーがいるんですけど、その人に言ってました。本当に強いやつはレートを下げれるって言ってたんですよ。へえ、かっこいい。なんでかっていうと、レートを下げるっていうのはね、プライドが傷つくんですよ。エラー城で一番強いのは誰だ、マサトなんじゃないかみたいな、よく言われますから。そういう自分をちょっとやっぱりこう守ろうとしすぎてたのかもしれない。俺今まで早めてお願いします。うわ、レートダウンします。深刻に負けすぎてる。これは大きな決断です。5-10で明日から出直します。頑張りましょう。ついに目覚めました、横澤。はい、ただいま夜の10時。全然おはようございますじゃないですね、もう。めっちゃ寝ました。めっちゃ寝てましたね。トータル14時間寝ました。やばい。ポーカー負けるとね、無限に寝れちゃうんだよね。もう顔パンパンでしょ。あ、もうすごい。そう、負けると、うん、食べる量が増えるし、寝る量も増えるから、顔がどんどんむくんでいくんです。いいことない。いいことなし。5-10で騙されて座ったら 5-10-20 でマイナス3000ドル。やば。すごいことに気づいちゃったんだけど、これさっき終始見てて、はい、6月9日から今日6月26なんですけど、はい、17日間で勝った日が2回。いや、しかも勝った金額1235ドルです、その日。YouTube やってなかったら絶対帰ってるなと思って。今から正直トーナメント出る気力もないし、キャッシュゲームやる気力もないし、5-10で9万ドル買おうと思ったら 9000BB 買わなきゃいけない。無理。そう、本当だったらもうやめて帰っちゃってるなって思ったんだけど、うん、動画を楽しみにしてくれてる皆様がいると思えば、うん、そうですね、頑張ろうって気になるから、うん、YouTube やってよかったなっていうのは思ったね。さあ、救われた。救われたね、かなり。こんだけ負けてもまださ、もしかして俺下手になっちゃったかもとか思わないから、全く。いや、もちろんね、疑ってるよ、何回も。いや、なんか俺やっぱこんだけ負けてるってことはやっぱプレイ変なんじゃないかなとか。自分で自分を疑い続けてるんだ。疑い続けてるんですよ。実際変な時もあると思うし、勝ってる時に比べたらプレイは絶対悪いと思うから、そりゃそうなんだけど、変えるしかない。というわけで、この後ね、久しぶりにピンクトーナメントがあるんですよ。このトーナメントで吹くしかないのか、これはもうラストチャンスか。逆に言えばこっから5-10打って1万ドル勝つとか結構長い道のりになるじゃないですか。そうですね。ピンクトーナメントは優勝したら多分1人5万ドルぐらいになるんで、というわけで、はい、優勝してもうちょっと切り上げてトーナメントいきたいと思います。頑張りましょう。ここで世界旅行者チャンネルをご覧の皆様に重大なお知らせがあります。はい、なんと横澤グッズ第4弾が発売中でございます。前回の動画で発売開始をさせていただいたんですけれども、まだ販売を継続しております。今回は3つ新しい商品を販売開始させていただきました。はい、今僕が着ているですね、フィッシングエーシーズフーディーと、フィッシングロットが書いてあるフーディーとですね、はい、T シャツが2着、それぞれですね2色展開となっておりますので、計6種類のグッズを販売しております。今回はめちゃくちゃデザインに力を入れました。普通にファッションアイテムとして非常におしゃれで可愛いものとなっておりますし、ポーカー中に着てたらみんなに突っ込まれること間違いなしの超おすすめ商品です。概要欄からもアクセスできますので、皆さんぜひポーカーをする時のお供によろしくお願いします。ところで、はい、めちゃくちゃタコ負けしてましたけど大丈夫ですか。大丈夫ないです。本当に大丈夫ないです。でもね、大丈夫ない横澤くんをかわいそうだなと思った方はぜひこのグッズを買って僕と一心同体になってください。どういうこと。痛み分け。痛み分けです。ぜひこちらのグッズお買い求めください。はい、海外プロにも大人気。そうなんですよ、こちらですね海外発送も始めましたので、海外のポーカープレイヤー向けにも販売を開始しております。はい、なのでもしこの動画見てる方で日本に住んでないよって人がいたとしてもお買い求めいただけるようになっておりますので、ぜひお買い求めください。そして超大好評だったポーカーパーカー、こちらも再販をなんと数量限定なんですけどもしておりますので、前回買えなくて悔しい思いをしたという方、これを機にぜひご購入ください。プレミアついてます。プレミアついてます。今回のグッズもですね、数量限定で売り切れてしまったら再販はいつするかわからないし、なんなら一生しないかもしれないので、ぜひ欲しいなっていうふうに思った方はですね、今のうちにご購入を急いでお願いします。毎回嘘のように売れていくので、はい、急げ急げ。というわけでタコ負け中の横澤ですが、ここから我々の WSOP はどうなってしまうんでしょうか。また次回の動画でお会いしましょう。またね。またね。これからですね、1000ドル参加費のタックトーナメントに来た。残り財産が2100ドルしかありません。結構本当に必死です。ごめん横澤。何や、すごい増えたな。このトーナメント違うぞ。こりゃあるで、こりゃ